Hello, my name is Kolo, and welcome back to another part of Dead Alive Real Reincarnation. Let's start. いつか小鳥から聞かなかったのですか？私も楽しみにしています。おーい、二人とも待たせたな。ん？私が一番に着いたようだな。マリア、今日はよろしく頼むぞ。はい、よろしくお願いします。ヤトガミトーカシド、今日はみんなでデートという話ではないか。楽しみにしているぞ。どうかしたのかシド？なるほど、そういうことか。うん、任せておけシド。そういうことなら得意分野だ。マリア、今日は私がおすすめの店を案内してやる。甘いものや美味しいものをたくさん食べさせてやるぞ。そうですか。それはとても楽しみです。あ、ダーリン、お待たせしました。待たせたな、シド。それに我が眷属、トーカよ。マリアとの友好に付き合えばよいのだろう。ユズルも外出で退屈していたところだ。特別に先導者としての責務を果たそう。はーい、可愛い女の子の相手なら任せてください。本日はよろしくお願いします。病かぐや、いざよいみく。任せておくがいい。いくらアルスといえども、我が知恵の前には赤子も同然。愚風の巫女たる我の心の広さに魂を震わすがいい。はい、よろしくお願いしますね、マリアちゃん。あら、シドーさんではありませんの。これからお出かけでして。偶然ですわね。でも朝からシドーさんのお顔を見れて嬉しいですわ。一体何のことか分かりかねますわ。随分と特徴的な方が集まっていたので、様子を見に来ただけですから。では、時咲くるみ、今日は皆さんとお出かけする予定ですが、一緒に来ませんか？あら、それは嬉しいお誘いですわ。でも、よろしいんですの？今は争っている場合ではないしな。一人増えたところで目的は変わらぬ。
それではお邪魔させていただきますわ。私もあなたのことは気になっていましたの。改めてよろしくお願いいたしますわ。よろしくお願いします。私も時崎くるみの不思議な魅力は興味がありますので。あら、指導よ、話が済んだのならそろそろ行かぬか。時は有限なのだからな。指導、これを見ろ。新作パンの発表会だそうだ。参加すれば食べ放題とあるが、本当に全て食べてよいのか。ダーリン、あれを見てください。可愛い女の子がいっぱいいるメイドさんの喫茶店がありますよ。ちょっと行ってみませんか。待つがいい。この我だけが知る秘密の店に案内しよう。では指導さん、せっかくですから新しい下着を選んでいただけませんか。あら奥さん見まして、また五日くんですよ。今日はまた大勢引き連れてるわね、五日ハーレム。見せびらかしてくれるじゃねえの。何よ、めんどくさいって。おうおう、言ってくれるじゃん、いつかくん。口の聞き方をしつける必要があるよね。あの、どうすればいいのでしょうか。心配なさらなくても大丈夫ですわ。ちょっと語学友にからかわれているだけですから。からかわれている。ええ、そうですわ。それにしても指導さんは本当に人望がおありなんですのね。皆さん本気で非難している雰囲気ではないようですし。指導は友達がたくさんいる、それはいいことですか。それはどうでしょう。私より他の意見を伺った方が参考になると思いますよ。ねえ、トウカさん。うん、うん、うん、そうだぞ。友達がたくさんいるというのはとても良いことだ。賑やかで楽しいぞ。いつの間にそんなに食べて。トウカさん、すごいですね。友達がたくさんいるのは楽しいことですか。指導には友達がたくさんいると聞きました。先ほどの3人も指導の友達なのですか。
我もちょうど同じ典型を受けていたところだ。ならば神の衣取り揃えし地で我が見立てを披露してやろう。構いません。いえ、私も見たいです。私がお気に入りのお店に案内します。よろしくお願いします。マリアちゃんは素直で可愛いですね。あなたとは全く違いますものね。ん、何か言いました？いいえ、何でもありませんわ。You know, I don't think they've ever spoken to each other. I can't remember them ever speaking to each other. Hi! では、こっちですよ。こちらの服の方がかっこいいぞ。マリアには間違いなくこちらが似合う。笑わせるな、我が眷属トーカよ。見るがいい、この突起した街灯を。アルスの暗き気の波動をよく高めているではないか。マリアさん、こちらの下着はいかがでして？シドーさんの視線を集めること間違いなしですわ。あら、下着も立派な女の武器ですわよ。それに私の時は積極的に選んでくださったでしょう。女の武器ですか。どういった効力があるのでしょうか。デートで着る服ですか。自分ではよくわかりません。服を買うという経験がないので。任せてください。私がマリアちゃんをとびっきり可愛い女の子にコーディネートしてみせます。面白そうですわね。私もお手伝いしますわ。あまり過激なものはシドーさんの好みではないようですので、今日は落ち着いたもので。お願いします。お任せください。マリアちゃんに合わせるならやっぱりベースはワンピですかね。
じもいいですし、いやー、こっちのフリルも気になります。それでは私は合わせやすそうなトップスを見繕って差し上げますわ。シド、私たちが先にマリアの服を選んでいたのだぞ。そうだシド、我らにも挑戦の機会と資格を要求する。おお、それは明暗ではないか。うん、確かにそれは感性が問われるな。ではマリアよ、期待して待て。大丈夫ではないでしょうか。私のために頑張ってくれています。シドウは不安ですか。それなら私とは違いますね。私が感じているのは不安ではないと思います。その表現が正しいのかもしれません。未知のことに心を躍らせるとはこういう感覚なのでしょうか。なんだか落ち着きません。はい、ワクワクでドキドキです。シド、それはどういうことだ。私たちのコーディネートは完璧だぞ。そうそう、完璧ですよ。それじゃあ早速ご本人に登場してもらいましょう。どうぞ。あのどうでしょうか。シド、もっと具体的な感想を申せ。それがお主の仕事だぞ。そうですわよシドさん、こういう時女の子にはちゃんと感想を言わないといけませんわ。本当ですか。変ではないでしょうか。帽子は私だ。我もソックスを選んだぞ。魔性の客具が生み出すアブソリュートテリトリーに魅了されるがよい。いかがでして、シドウさん。素敵なコーディネートになったと思いますけれど。実は私も少し驚いています。違う服に着替えただけなのに、とても嬉しく感じます。これは一体どういうことでしょう。指導にはわかるのですか。私にもそれが理解できたということでしょうか。なるほど、これが嬉しい。マリア、喜んでもらえて私も嬉しいぞ。
私もです。さて、もちろんマリアちゃんにぴったりの服をコーディネートした私たちにもダーリンからのご褒美が出るんですよね。あらあら、シドウさんは待っていただけですし、私たちをねぎらってもよろしいんじゃありませんこと？それならば、我々のロークをねぎらう意味でも、シドウには甘露なるスイーツを提供してもらうとしようか。シドウ、そこに私は含まれていますか？そうですか。嬉しいです。あ、そうですわ、シドウさん。マリアさんが着ている服のお会計もしてしまわないと。注文するべきか。なくなっても何とかできないわけではありませんが。さんがそうおっしゃられるなら、頼って差し上げるのが女の器量かもしれませんわね。だが、シドウに迷惑はかけられんからな。一品だけ選ぶとしよう。ならば我も終局を告げる一品を選ばなくてはな。トリプルジャンボウルトラデラックス。まるで原始の巨人のごとき凶暴ではないか。我はこれを選定する。それなら私はこのスペシャルアフタヌーンティーセットですかね。じゃあこっちのパンケーキセットにします。ではこのストロベリーパフェに決めるとしよう。では私はこのチーズケーキのセットにしましょう。少し待ってくれ。これは悩むぞ。シドウ、大変です。どの品も魅力的です。どれを選ぶか決定するには情報が少なすぎます。名前だけではわからないものもあります。念のために私の持つ情報と指導の認識に差異がないか確認してもらってもいいでしょうか。はい、お願いします。では指導、このブリオッシュ・デ・ロワとはどういう料理なのでしょうか。それと、デ・ロワがおそらくガレット・デ・ロワを指していることも理解できます。
私もそれには興味があるぞ。なるほど。ではこっちのガレットは私の認識しているものと同一でしょうか。難しいですね。指導が説明してくれたものも魅力的ですが、他のものからも目を離せません。私も同じだ。指導、これはそう簡単に選べないぞ。仕方ありませんわね。マリアさん、私のケーキを分けて差し上げますわ。それで楽しめる味が増えますわよ。そういうことであれば、我のパフェも少し分けてやろうではないか。分ける？互いに自分の頼んだものを譲渡し合うということですね。なるほど。それなら選択肢を減らせます。ええ、その通りです。マリアさんが頼んだものを私たちにも少々味見させてくださいな。等価交換というわけだな。違うものを選択し互いに分け合えば複数同時に楽しむこともできるというわけだ。今日は6人いますから6種類までいけますよ。それは交換するだけでも楽しそうですね。では最初に指導に教えてもらったブリオッシュでロアに決めます。うむ、私も決まったぞ。指導、天使を呼んでくれ。正解でした。とても美味しいです。指導が構わないのでしたらぜひ。では私のチーズケーキもお裾分けいたしますわ。私のパンケーキもどうぞ。ありがとうございます。どれも本当に美味しいです。それと不思議な感覚を覚えます。はい、何かが起きたわけではないのに、いつもより楽しいというか嬉しいというか、うまく表現できない感覚です。我らは同じ皿の供物を分かち合った。これは我らの間に盟約が結ばれたことを意味する。つまりはお友達ということですわ。こうしてゆっくりおしゃべりできるなんて素敵な関係ではありませんこと。そうです、そうです。私もこれで
マリアちゃんとお友達ですよ。もちろん私もだぞ。マリア、私たちは友達だ。友達。さすがにそれは理解しています。でもそうなんですね、これが友達。少し分かった気がします。それでこの後はどうするんですか？他のお店を見て回ったりします？指導と行ってみたい場所があります。皆さんには失礼ですが、指導の時間をもらってもいいでしょうか？まあ、マリアさんったら大胆ですわね。できればお願いに応えて差し上げたいところですけれど、皆さんはいかがでして？今日はマリアとの絆を結んだ記念日、我が同胞の願い叶えてみせよう。もう今日はもう終わりか。仕方ない。マリア、指導のことを頼むぞ。はい。楽しかったです。マリアちゃんもまた一緒に遊びましょうね。なんだったらダーリンのいない時でもいいですよ。はい、ぜひ。大丈夫です、そんな遠いところではありませんから。それでは行きましょうか、指導。私も指導と一緒に歌ってみたかったので。では指導、歌ってみましょう。もちろんです。このコキで曲選択、おやきへ送信すると選択した曲が流れるんですよね。以前、指導たちが歌っていた曲は記憶していますが、自分で入れるとなると選ぶのが難しいですね。ではお任せしてもいいですか？普通の女の子が歌うような、そんな曲がいいです。
具体的な選曲については指導にお任せしてもいいですか？Let's go with mellow.雪の光ですか。このタイトルは、なるほど、スローテンポなバラードソングですね。問題ありません。この曲なら聞いたことがありますから。ですが、指導は問題ありませんか？そうですか。それでは、指導が問題ないなら私も問題ありません。それでは指導、少しの間失礼します。もしかして重かったですか？これは恋の歌ですから、こうした方がいいのではないかと。恋の歌を歌うときは、できる限りその相手と近づいて歌った方がいいと記憶しています。もしかして、指導は嫌ですか？そうですか。安心しました。始まりますよ。慣れていないので、聞き苦しかったでしょうか。We'll go back now. その曲なら歌えると思います。そんなことはありません。とても楽しんでいます。本当は少し考え事をしていました。聞かせる内容は私の考え事ですか？
Okay, I've gone back to this selection because I believe it's different. それならいいんですが、シド、一つ提案があるのですが、いいですか？手をつないで歌うというのはどうでしょう。そうすればもっとデートのように恋人のようにできるのではないでしょうか。はい、以前手を握って歌うことで意中の相手の意識を自分に向けさせるという場面を記憶しています。指導はします。はい、間違いないはずです。はい、よろしくお願いします。指導、驚いてしまっただけです。あの、曲が始まったらで大丈夫ですから。いえ大丈夫です。シド、私の方ばかり見ていませんか？Okay, now I want to see if it was. If I would have missed out on that. If I would have kept on this selection. わかりました。シド、これはデートと言えるのでしょうか。事実そうなのですが、あまりデートらしくない気がして。いえ、デートらしくならない原因は私にあるのではないかと。それが何かずっと考えていました。はい、とても。提案があるのですが、okay. いいですか？ It's more different than I thought. シ
導の温かさが伝わってくるようでした。これはとても恋人らしい行動だったのではないでしょうか。いえ、その、それもダメです。このままで帰りませんか。だから手をつないだままです。最後まで恋人らしくデートをしましょう。今日はとても楽しかったです。皆さんと一緒に買い物をしたり、甘いものを食べたり、指導と一緒にカラオケをしたり。 Okay, I think this is a pretty good place to end today's part. This part was pretty nice. This one is probably my favorite. Yeah, we did a lot today. So, to the next time to see what happens next.